子供だった者たちへ。明かりも展示、少しは見ていったら。そして今を生きる子供たちへ送る冒険ファンタジー。恐竜？怪獣だ。この筆を見つけてください。ここどこ？神の筆は時宮健三にとってただの映画の企画ではありません。それは君だ。村瀬圭三総監督作品神の筆。